皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、どうしようもないことは悩んでも無駄というテーマについてお伝えしてみたいと思います。ちょっとねもしかしたら人によってはっていう内容に聞こえるかもしれないんですけれども、悩むのが建設的な悩みである場合には、その悩みがですね、悩んだことによって何か案を作り出すことによって改善できる見込みがあるものは悩んだ方がいいと思うんですよね。わかりますかね、この感じ。要は悩むっていうことは、改善できる余地があれば時間を使って悩んでもいいんですよね。だけれども、改善しようがないものとかってあるじゃないですか。例えばここ最近で言うと、天変地異的なものとか、それに準ずるものでもあるんですけれどもね。例えばコロナ禍になりましたっていうことですよね。でコロナに なったっていうのは、その自分がなったとかではなく、世の中がコロナという病と戦う全世界的な世の中になったとしますよね。その時にコロナがなかったらよかったのにとか、コロナなんて来なければよかったのにとか、そういうのってしょうがないじゃないですか。来なければ私のビジネスはこんなにうまくいっていたのにとか、前提としてどうしようもない前提ってあるじゃないですか。コロナなくなったらいいのにって思ったら、コロナがなくなるんだったら全然楽でいいんですけど、変わらないものは変わらないですよね。地震とか災害もそうです。この地震がなければとか、この災害がなければって言っても、起こってしまったものはもうその前の世界には戻らないんですよね。だからどうにかなることは悩んでもいいけれども、なかったらよかったのにっていうことを悩むのは、もうなってしまった後ではナンセンス、無意味なんですよね。だからこれはちょっと大きい事例で言いましたけれども、その悩みはどうにかなる悩みなのかということがまず第一前提になって、どうにかなるんだったら悩んでいいと思うんですけど、どうにもならないものは今ある状況でどうにかするっていうことを考えるしかないんですよね。だからまず悩む時間を使う、悩むっていう場合には、どうにか対処をすればどうにか世界が変わるっていうことに対しては悩んでもいいかなと思うんですけれども、起こってしまったことで、しかもそれは自分一人の力ではどうにもならない、ないしはもう変わってしまった環境に対して元に戻すことができないということについて悩むケースがある場合には、一度自分に問いかけてみたらいいです。案外お悩みのお話聞いてるとですね、いやそれもう どうしようもないですよねっていうか、もう変わってしまったことでそうじゃない世界にもう一回戻すっていうのはできないっていう状況があるとしたら、話は簡単で、今変わってしまった与えられた環境で頑張るしかないというのが答えになるので、前が良かったとか、その状態に戻らないことを、理解して進むっていうことをした方がいいですね。今ちょっとね、天変地異っていう大きなお話しましたけど、例えばよくご相談があるのは、20年くらい近くやってる先生とかで、その時期の先生やってるだけすごいんですよ、続いてるだけ。でもその頃って教室がそこにあると人が集客できてたっていう時代だったんです。そうすると、昔は良かったとか、昔は特に何もしなくても集客ができていた、要は自分が今あまり集客ができていないということを認めたくないっていうこともあるんでしょうし、人気教室だったっていうことを言いたいのかもしれないんですけれども、今集客できてないのは事実なんですよね。昔がどんなにできていても。だから現在の立ち位置を受け入れるっていうことと、そもそも集客できていなかった要因っていうのは、その時点で集客ができてたんじゃなくて、時代が良くって人が勝手に集まってただけだっていうことを謙虚に受け止められるかどうかっていうのが一番大きなポイントになってくるので、だからその10年以上も何もやってこなくても人が集まってたっていうのは、ラッキーだったっていうふうに理解できた上で次の手を見つけることができるということになります。ですからその時がね良かった、だから
どうなんだっていうことですね。今は今を受け入れて今できることを最大限にやっていかないといけないので、何度も何度も過去を振り返る方は、そこに戻ることができることを期待しているのかもしれないですけれども、世の中が変わってしまったらそこに戻ることはできないので、今の状態を辛いかもしれないけれども受け止めて前に進むっていうことは必要になるケースがあります。ですから悩む時間を使って悩むのは、それが改善できる余地があるものに対しては悩んだ方がいいと思うんですけれども、もうどうしようもないところに関しては悩んでも仕方がないので前に行くということを考えるだけでもだいぶ時間の節約になりますので、そんなお話を今日はしてみました。よろしくお願いします。